可愛いかも、ハト。よく見るハトもだし、なんか白いハトみたいな。TKD さんがね、異常にハトが苦手でね、その TKD さんが驚いてるのに驚いてる、いつも。虹色さんありがとう。おかえり大都会。はい、大都会に帰ってきました、ひなぷ。テストさん、スウェイさんありがとう。そうな、なるなりさん、 JJ さん、かんちゃん、 HK さんありがとう。コロボタコありがとう。ワンダーさん、みけねこさん、まみちゃん、かずのりさん、まーちゃん、ベジータさん、ねこぷーありがとう。あれ、ミュージック枠なくなった、コロボ。あれ、私何枠今。え、どういうこと。ピルクル、のぶしゃんありがとう。ただいま。犬猫さん、ブラッチーありがとう。夜ご飯ね、食べた。最近ね、冷やし中華にハマってて、今日も夜冷やし中華食べた。めっちゃ始めてるわ、冷やし中華。ブラッチー、おパパ。テストさんありがとう。やっくん、ハイネさん、おしげさんありがとう。大将さん、ティユブーちゃん、楽しい時間、にゃんさんありがとう。なるなりさんありがとう。ローマ字ユッキーさん、デメキンさんいらっしゃい。お、マミちゃん、 HK さん、ティユにゃんぱさん、スイカさん、のもさんありがとう。大将さん、フルありがとう。大将さん、え、今冷やし中華の話してたところよ。始めたの、冷やし中華いいの。いや、めっちゃ好きなんだよね最近。もう麺が好きなよ、なんか味、麺の味が好きな冷やし中華。エゴイストさんの曲。見てよ空を、今日はこんなにも晴れているよ、だから。はい、ローマ字マスさん、ただいま。ただいま。ジュンジュエンさん、カタカナのカズさん、ペクポワさんいらっしゃい。ノブシャン、ティユありがとう。ありがとうありがとう。カタカナのカズさん、ベクボワさん、中地さん、みやびさん、みゆらさんありがとう。ひろくんありがとう。ハイドさん、ギオさんいらっしゃい。ヨッピーさん、会員ありがとう。あれ、大工さん一番だった。あれ、前のやつ消えてるのあるかも。ヨッピーさん、ブルームーンさん、かわいいありがとう。ひでゆきさん、ラブレター。新一さんもラブレターありがとう。新一さん、トトロさんいらっしゃい。カリタンありがとう。カリタン、ノブシャン、ヨシさんお疲れありがとう。ローマジヨシさん、ただいまよ。本当に移動とかがめっちゃあって、最近すごいわ。今東京かってなる。まーちゃん、ラブレターありがとう。フジモンさん、神尾かんでさんいらっしゃい。お、おパパありがとう。おがこさん、ラブレターありがとう。ひでゆきさん、バラありがとう。おパパたくさんありがとう。イーデックさんいらっしゃい。まみちゃん、ラブレター。お、ブラッチキュンです、ありがとう。キュンです。 Y.K さん、グッドラックさん、 G さんいらっしゃい。スイカさん、クラッシャーさんありがとう。ティユ、解決たまごんさんいらっしゃい。お、ひらがなヨッピーさん、新しいラブレタたくさんありがとう。おー、ありがとう、めっちゃいただいてる。わたちさん、結婚してありがとう。ローマ字ユッキーさん、ごちびるありがとう。白夜さんいらっしゃい。ヨッピーさん、フルありがとう。ブルームーンさん、愛愛。
おさぴーさんかわいい。むらぴーさんありがとう。ときぴたさんもゴンちゃんもありがとうです。たくさん。まーちゃんフルーありがとう。たーけーにーすずめのありがとう。ちょっと久しぶりのゴンちゃんいらっしゃい。なんで鳩が苦手なのか。え、でもさ、鳩苦手な人結構多くない？なんか、なんて言うんだろうね、あのゴキちゃんもさ、なんだろ う、カサカサしてるだけならまだいいけどさ、飛ぶやん。飛ぶのがダメだよ多分。鳩もさ、多分歩いてるだけとかやったら多分あんま驚かんし大丈夫な人多いと思うんだけど、鳩って飛ぶやん。飛ぶのがあれなんじゃない、驚きがすごいっていう。わしも G はめっちゃ苦手なんだけど、そのゴキちゃんは飛ぶから。なんかこう、そうトラウマがあるのよね、そのゴキちゃんの。今日は久々に仕事で熊高原まで。え、熊高原、え、いいな。さとしさんお疲れ様。神尾患者さん、しんいちありがとう。ティーユユッキーさん結婚してありがとう。カリタンもありがとう結婚して。キュインさんありがとう。ティーユおしげさんありがとうです。ラブレターすごい。孫悟空さん、わさぴーさん、キュイーンさん、チユすごい。エスト&Hさん、ローマ字ユータさんありがとう。グッチティユピロクル、ラブレターありがとう。ラブレター新しいやつ、え、それよヤマピー、あれ私最後やったよ。あのもうちょっと今日打ちすぎたと思って、もう次の回で終わりにしようと思って、あの対戦やったのがヤマピーだった。ありがとう、タイヤリでした。すごい、あのすぐ分かったけど、そのヤマピーすごすぎるやろ。一人でめっちゃさ、あの言ってた、お、タケノコさん来たよって。ヤマピー来た。同卓できました今日は。嬉しいです。タイヤリでした。ようちゃんいらっしゃい。昨夜は心霊スポットロケ配信。ね、昨日の配信。意外とさ明るかったじゃん。だその照り方がね、照り方がちょっと心霊的だった。ブルームーンさんありがとう。ピルクルありがとう。ラブレター、あれノリサイだった。じゃあ結構消えてるかも、コメント。ありがとう。ファイトガール、ちょっと明日もね、明日も打つ予定なんですよ、麻雀ファイトガール。また告知しますね。ユッキーさんありがとう。ラブレター、ひらがなの。ひでゆきさんバラありがとう。お、アーティスト枠に変わったんやっけ。ミュージック枠がなくなってアーティストになった枠。ロッピーさんいらっしゃい。配信に備えて夕寝してたらいつも変な夢見たので、いつもの変な夢見たのでX に投稿。何？いつも見るの？しかも変な夢を。そうなの。スイさん、愛ありがとう。あ、フルトありがとう。愛媛ラストライブ当選したって嬉しい、ありがとうございます。わ、
嬉しい、一般も応募して家族一同って言ってくれてるんやけど、嬉しい、ありがとうございます、待ってます。わー、おパパいっぱいラブレターありがとう。すごい、宗隆さん愛愛、おしげさんありがとう、ラブレター。アーティスト枠か、のびしゃん、かっこいいな、アーティスト枠に変わったんだね。おパパありがとう、ラブレター。ピルクル、グッチディオありがとう。ローマ字ユータさん愛ありがとう、愛。海ほたるさんいらっしゃい。お、アマットさんただいまです。フジモンさんティユありがとう。のりバラありがとう。冷やし中華始めまくってるわ、ほんと。野菜炒めさんありがとう。のりバラありがとう。え、今ランキングが全期間だけでミュージック枠3位、総合10位12位。え、すごっ、全期間のミュージック枠3位なんですか、私。すごすごいね、ありがとうございます。そうなのか、見に行ってみよう。のりバラありがとう。 AKA さんいらっしゃい。検索さんありがとう。 G さんありがとう。ラプレタ、おさっぴーさんありがとう。サイリウム、シムさん、バンジャハオありがとう。冷やし中華には苦い思い出がある。え、どうやって苦い思い出ができるの、冷やし中華で。冷やし中華丼って何、ね、コップ美味しそうやな、それ。ブーちゃんラブレターありがとう。じいさんティユありがとう。ひろゆきさんいらっしゃい。エータンさん、ガッチョさん、サクサクさんただいま、帰ってきた東京。自宅配信後に画伯と深夜バター、え、そうだね、深夜バターのね、あの、そうそう、見せたかったのに、あのなんか画伯が、あ、すごいいっぱい愛ありがとう。画伯がなんか早速新しいなんか画伯を描いてて、絵を描いてて、それがなんか今回のさ、アバターになってるやつのなんか別バージョンみたいな、人は同じなんだけどなんか行動が違うみたいなのめっちゃ描いてんの。すごい、何パターンも描いてて、ちょっと恐ろしかったから見てほしかったな、みんなに。ちょっと次帰ったら紹介しようかな。ネコップありがとう。ちゅう、ひらまっちゃんさん、はらぽにょちゃんいらっしゃい。おーおー、ありがとう、ラブレター、すごい。からぽっ、35分、やばい。午前雨なんですか。やっぱ梅雨が来てるね。でももう時期的には梅雨入ってもおかしくないのか。あれ、いつからなんだろう梅雨って。そうか、アントワヌさんありがとうございます。もうしばらくね、あ、いや、しばらくじゃないわ、また移動配信というか、こう県外での配信がある、ありそうだな。ワンダーさん、海ほたるさんありがとう。ディーねえ、大工さんの リプで銅鐸狙いますって言ってくれてたよね。またやろう、またやろう。ローマジヨシさん、ラブレタ、あ、ありがとう。乾杯、紅茶ありがとうございます。紅茶、あ、今日コップないのよ、ありがとう。スイズのりあきさんいらっしゃい。ヨシさん本当寂しかったかえ、少し配信役とって。嬉しいね、ありがとう。ワンダーさん、キュンです、キュンです。おがこさん、ダーシャハさんありがとう。チュー、元気が一番さんありがとう。チュー、ユッキーさん、フルーありがとう。風になる、忘れていた目を閉じて取り戻せ恋の歌、青空に隠れている
手を伸ばしてもう一度。はい、ひろくん100キラと、今日はそうだよ、白いなんというかなんかね、フレア的なお洋服です。ありがとう。ダシャハさん、ラブレター、ありがとう。昨夜の配信は、あ、東京移動じゃないよ、東京はそう、今日帰ってきたね。ダシャハさん、ラブレターありがとう。いっぱい虹色さん、愛愛ありがとう。ワンダーさん、ティオ、ダーシャハさん、ラブレターありがとう。ひでゆきさん、バラありがとう。あ、スエさん、それ見れてない、見れてないわ。もうあれかな、見つけれるかな。メロンパフェね、ほんとやね。ひろゆきさん、いらっしゃい。あれ、待て、どこまで読んでたっけ。あ、ここか、あ、ここだね。みよなさん、ありがとうございます。ひでゆきさん、バラよたか、バラありがとう。スコールさん、いらっしゃい。移動が多いと起きた時にここはどこやってなったりしない確かに、あの電車とかさあるよ、ま、長距離じゃないけど、こっちのその都内とかこっちの電車で本当にどこやってなる時ある小石さん、愛ありがとう。愛、あ、ティユ、おさぴーさん、うま、ありがとう。きんちゃん、いらっしゃい。かのうさん、ありがとう。100キラだろも。お、ひろのりさん、ありがとうございます。今日もドナルドさん、ひつりさん、いらっしゃい。スズメはかわいい、スズメかわいいよね。まあ確かにスズメも飛ぶよね。ひろっぽんさん、よっちさん、いらっしゃい。あー、ブラッチ、鳥嫌いな友達いるって。あ、じゃあスズメとかもダメってこと。え、絵もダメなの。え、そうか、じゃああれなのかな、飛ぶんじゃなくて純粋にこう見た目が苦手ってこと、鳥の。ノアさん、いらっしゃい。お、ラブレターありがとうです。ノアさん、梶山さん、いらっしゃい。コンドルさん、ディオありがとう。飛ぶのは嫌ですね、さすがジャンシはい、その飛びも嫌ですね。ちゃん付けするいや、そう、ゴキもさ、ちゃん付けにしたらまだなんか可愛くない。最近はあのちゃん付けにしようと思って、ちょっと苦手な虫とか、ゴキちゃんとか、ハエくんとか、ハエちゃん。ドナルドさん、100キラありがとう。俊一さん、いらっしゃい。おう、大将さん、いってらっしゃい、頑張ってね。石川先輩さん、アーニャさん、ありがとう。これいつも思うんだけど、読み方合ってるかな、アーニャさんで。ひろっぽんさん、ティウありがとう。実はハトはできるだけ飛びたくないと思ってる。え、そうなんですか。ハトの気持ちがわかるの。え、そうなの。まあ、でもハトがさ、すがすがしくめっちゃ飛び回ってるの見たことないかも、やあんまり。そういえば空高く飛んでるとこ見たことない、ハトが。すやで、たかやでさん、あい、ありがとう。トギ、いらっしゃい。愛媛では美味しいもの食べ、愛媛美味しいもの食べたかな。あの母のご飯、なんか新しい、なんかね、あの美味しい、母がなんか編み出したチャーハンじゃないけど、なんか卵飯みたいな感じかな、炒める。それがめっちゃ美味しくて、なんかこれがもう最近めっちゃ美味しいレシピで、こう独自のなんかチャーハンを編み出したらしく、画伯、それがめっちゃ美味しかった。あれ食べたいな。
ノアさん、小判ありがとう。トゲ、自由ありがとう。朝配信の時のコアラのマーチ、名前あるかな。え、3箱目ですが名前出ません。めっちゃ食べとるやん、虹色さん。え、虹色さんって虹色じゃないよね、お名前ってこと。なんなんさんいらっしゃい。川崎さん、バラありがとう。ハートのゆしさん、今日もありがとうです。ショーンケイさんいらっしゃい。4時間超えてゲーセン行ったからもういないと思ったらいきなり当たった。そう、もう本当に最後だったの、あれがタイヤリでした。本当、あれお仕事終わりってこと。ワンダーさん、ラブレタ、ヤマピー、アイ、ありがとう。宮内さん、ヤワサハさんいらっしゃい。お、こう伸ばす伸ばす字。コジさん、ありがとう。カーマインさん、ノブンさんいらっしゃい。そうなのよ、私とさ対戦決まったらさ、めっちゃなんか私の顔がこう出てくるでしょ、こうやってこうやってしてるやつが。ずっと出てる。たっちゃんさんいらっしゃい。いなちさんありがとう。ハイドさんお疲れ、ありがとう。霊感あるんですか。いや、もう全然ない、私霊感は。なんかそれで思い出したんだけど、母がね、あの今携帯10代目ぐらい、今までのガラケーとかも含めて今までの携帯を全部置いてるんだって。綺麗に充電器とかバッテリーとかも全部置いてるんだって。だから昔の動画とか写真とかが見返せるらしくて、でこの間それを見返してたんやって。でそしたらそれでさ、多分前なんかちょっと話したけど、私のなんか中高生ぐらいの時の動画とかが LINE で送られてきたって言ったじゃん。あれ、そのめっちゃ前の iPhone からエアドロップしてあれなんだって、持ってきたみたいなやつやったらしくて、だから私のちっちゃい時とかもあるんよ、写真とか動画で。それの何代前やったか、もう20何年前の、私がまだ生まれてないかな、で画伯が青春時代を過ごしてる頃のまあちょっと大人になってから頃の携帯の中にやばい写真があるらしくて、もう誰が見ても心霊写真って思うようなやっばい写真があるんだって。でそれをなんか見せてあげようと思ったけど、あのどの携帯に入っとるかわからんくなったって。で調べるのも怖いってめっちゃ怖いやって、その写真が集合写真らしいんだけど。でその今それを探し中なんだって。もし見つけたらちょっと見てこようかなと思うけど、てかその携帯をさ、もう開かずにお祓いした方がいいんじゃないみたいな話もしたんだけど、これでもね昔から聞かされてたよ、これもう 5年以上前から。なんか一回本気の心霊写真を撮ったことがあるみたいな、まあ、ずっと聞いてた。でこの間その話になって、またすごい気になるよね。だから何年もさそう言われてるからそうなんよ。それ霊感で思い出したけど、それ見たらなんか私もあ、これが霊かってなって、見えるようになっちゃうかもしれないがもし見つけたら、あでも公開できないか公開なんかいろいろ隠して公開していいってなったら公開しようかな、配信で。ワンガンさん、太鼓の雲ありがとう。今日もありがとうです。ちょっと見てみたい？本当？いや見ない方がいいよね、こんなんだ、こう健康のためにも怖いよねすごいよね、二十何年も前のガラケー持ってるっていうのも。
テストさん、フルありがとう。明日もファイト。ありがとう。テストさん、お、こうちゃくまだ。ありがとう、こうちゃくま。てへんさん、ありがとう、ちゅ。よしぼうさん、大友さん、まゆっちさん、はまこさん、いらっしゃい。しょんけいさん、キュンです。キュンです。ありがとう。ワンダーさん、ありがとう、ラブレター。なんなんさん、こんばんは。ありがとう。あ、ここまで見た。てへんさん、いらっしゃい。べくぽわさん、かわいい。かわいい、ありがとう。まゆちさん、こんばんは。100キラありがとう。のぶうさん、ありがとう、ラブレタ。あい、ありがとう。まゆちさん、はまこさん、ありがとう。てへんさん、ラブレタ、ありがとうね。おおともさん、いらっしゃい。てへんさん、ありがとうちゅ。おさぴーさん、あい、あい、ありがとう。バンクバさんもありがとうね。まゆちさん、あい。おお、危ない手が見てきたの。あ、見てない。ミッシングも、そう、それ気になってるやつね。ミッシング、そうじゃん。スエさん、ありがとう、ラブレタ。それもあるけど、ウマ娘見に行かないと。忘れとった、ウマ娘見に行きたいんだよ。わ、スエさん、たくさんラブレターありがとうございます。キュキュキュ。ヤックン、ありがとう、ラブレター。画伯、やる気出てきた。ヤックン、ラブレターありがとう。すごいよ、本当に。あの、 なんだ別バージョンの画伯。マクバさん、フルありがとう。今日も恐ろしかった。え、そう、本当にちょっと恐ろしい、特に恐ろしいやつがあったんですよ。紹介したいわ、あれ。アマトさん、アイスありがとう。メイツさん、いらっしゃい。え、名古屋今雨降ってるの。へえ、天気悪めやね。てか、こないだ愛媛さ、めちゃくちゃ降ったんやけど、大丈夫やったかな、みんな雨。まあ、愛媛というか全国的に降ってた日さ、ちょうど愛媛にいたのよ。めちゃくちゃもうしとしとじゃないザーザーな雨が一日中降ってて、めっちゃ溜まってたよ、水。リュウ、ありがとう。ちゅ、ワンガンさん、ただいまです。え、台風、何、台風来てる。台風1号が来てんだ。そう言ってたな、それ。もう来るのか。ヒロさん、ひとみさん、ありがとうございます。全国的に昼間の気温が低いみたい。えー、そうなんですか、ありがとうございます。寒いんだね、明日気をつけて皆様。ネコポー、ラブレター。ドナルドさん、ラブレター、ありがとう。ひらさん、いらっしゃい。海猫さん、こえぽんさん、ストリットくん、ありがとう。お家なのにコップないの。あ、今日はね、違う、お供がコップなしのやつだから、こっち持ってきてない、この机に。ブレイブさん、いらっしゃい。リトルフォレストさん、ありがとう。ストリットくん、愛、ありがとう、愛。アメグマさん、ラブレターありがとうです。ラブレター、お、ちゅ、たまさん、いらっしゃい。ローマジマサさん、サイリウム、ありがとう。虹サイリウム。シロさん、いらっしゃい。ようちゃん、尊い、結婚して、ありがとう。ハラメタルム、ちゅ、ありがとう。てへんさん、うわうわ、なんか聞いたら分かりそうだけど分かんない。フル、ありがとう。ベビーメタルさんのヘドバンギャーだって。もうヘドバンするための曲っぽいな、それ。リュウフル、ありがとう。お城祭りの参加者 DVD が届いて、え、昨日お便り採用された。連山解放ラジコ、あ、そうじゃん、ありがとう。メッセージ、あの、しかもあの亀姫の話だったよね。参加者 DVD が届いたの、
めっちゃいいね。カンマインさん100キラギフトありがとう。今日もケロロングさんいらっしゃい。大工さんラブレタありがとう。仕草とか動きか鳥苦手なの？なんか首がこうなったりするやつかな。コシさんフローありがとう。ローマジマサさんサイリウムありがとう。お、ローマジュースさん100キラありがとう。人から言ってるの今日。ひなおちゃんのテンション高め人からまたお願いしますだって。お、ありがとうラブレタ。そうだね、人から配信したいな。ひらさん愛ありがとう。愛お、ひろくんありがとう。 M リーグ見逃し配信、そうだ日曜日まではありますのでね。そう、花輪さんとご一緒させてもらってた。大勝さんいらっしゃい。あ、鳩が飛びたくないのは飛ぶとしんどいんだって。そうなんだ。え、本当に？え、鳩ってしんどいから飛びたくないの？え、そうなの？大垣さん100キラありがとう。ケイスケさんいらっしゃい。鳩が飛び立つシーンといえばパズーの朝トランペット。マニアックすぎるそれ。最初の方かな、虹色さんパズーって。いや、画伯の料理は美味しいよ。めっちゃなんかね、そう、独自のねご飯も結構あるんですよ、画伯の。それ全部美味しいんですよ、すごい。そのこの間作ってくれたその卵飯みたいな、ちょっとあんま見たことないような感じ、なんかミンチとかなんかいろいろ入ってんだけど、それがめちゃくちゃ美味しくてすごいですね。ラストライブに画伯キッチンカー呼んでください。アットホームなライブやな。アントワーヌさん100キラありがとう。公園とかで群がっている鳩は好きではない。そうだね、確かに。なんか群がってるとね、その1羽がチョン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 来てたりするのはさ、全然なんだろう、怖くもないし、おーいいねいいねってなるけど、こう群がってたらさ一斉に飛んだりする時あるから、それが怖いかも。確かに。まさみうらさんいらっしゃい。とろけるさんキラ100ありがとう。ローマジユータさんこんばんは。え、レース用の鳩って何コロボ。鳩ってレースするの？初耳なんだけど。それも高いところ何百キロも飛ぶんだって。カモメみたいだね。そうなんだ、レース用の鳩がいるんだね。サイさんシロさんいらっしゃい。お、シムさんありがとう。たくさん虹色さん武田はいそうだな。コアラのマーチ。ヨロさんカポさんかわいい H さんいらっしゃいです。ストンコさんいらっしゃい。よいしょ、物持ちいいよね、すごい画伯。ストンコさんいらっしゃい。カポさん愛ラブレタありがとう。たくさん。わたしんさんいらっしゃい。寒くなってきた、怖い話で。しょうさん、カタカナのしょうさんいらっしゃい。ひなぷちょい前に怖い配信してたよね。え？それ何？私の顔が怖かったってこと？怖い話をしてたってこと？あれ？怖い話してたっけ？私本当にないよ。なんか見た、なんかお化け見たとかそういうのない。おひなもいつか自分の車で運転して仕事場に行く日が来るね。便利だなって思うけど、免許ね。
夢ですね。惚れてまうやろう。宮内さん、怖いもの見たさでちょっと見てみたい。いやーそうだよね。じいさん、海の助さん、小説家さん、ありがとう。まさかこのアバはその心霊がモデル。心霊って言われてるやん、画伯の絵。笹団子さん、いらっしゃい。スランプくん、100キラありがとう。うわ、確かにそのためのファンクラブサイト、ファンクラブサイトを載せたらなんか呪われそうやわ、ファンクラブサイトが。ガチの心霊写真見たことない？あ、20年以上の前のガラケー使えないんだ。使えなくなってる、もう。小説家さん、そうか。それ心霊写真じゃん、マサさん。母のお腹にいる時にの写真に兵隊さんが写ってたって。お祓いしてもらった？これ写真のお祓いとかができるってことかな。それともそのさ、写り込んだやつってこれ大体その人についちゃってるってこと？こう写り込んでる時って。見るお肉さん、トラガンバさん、のんびりしたいねんさん、ありがとう。わあ、ようちゃんわかる。高木さんの映画見たいよね。あ、見るお肉さん、キラキラありがとうです。キラキラ。リュウマさん、キラライーさん、ありがとう。え、ニュースになってた？松山の雨本当、猫プー。え、全国的になってたんだ。いや、すごかったんよ本当に。何ミリくらい降ったんだろうな、全部で。すごいと思う。ドワーフさん、いらっしゃい。今夜のお供はガリガリ君。懐かしい。梅味って何？初めて聞いたな、梅味。わ、ウマ娘見たんだ。しかもウマ娘とりあえず見なきゃ、終わるまでに。キンキンさん、いらっしゃい。シナモンさん、おかえり。帰ってきた？ひらさん、お疲れ、ありがとう。たいしくん、いらっしゃい。さっき大きめのリンゴを落としそうになりました。危ない、でかいリンゴ。え、危ない、危ない、でかがなんか秘密裏に入ってるな、それ。ああ、そうじゃん、キングダムももうちょっとだよね。王騎将軍の活躍気になる。え、そう、もう王騎将軍の回でしょ、今回のキングダム。楽しみすぎるんだけど。推しが輝く時が来た。まあ、毎回ね、すごいいいところでこういい味を出してくれておりますが、王騎将軍今回絶対やばいと思う。ギウさん、いらっしゃい。岩太郎さん、ありがとう。へえー、タカちゃんさん、ありがとうございます。ファイトクラブ SP 始めてくれたの、嬉しい。ぜひ同卓しましょう。またファントムさん、ありがとう。チュノリー、たくさんありがとう。ラブレター、ボコ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 、ありがとう。 AKA さんもありがとうです。ラブレター。ヤマさん、いらっしゃい。フーガネットさん、マーさん、いらっしゃい。ワイも動くのしんどいからずっと寝てたい。わかる、私も。ヤマさん、お疲れ、ありがとう。ねえ、おばば、 PC 止まるんだけど、毎回変顔で止まってる。昨日も誰かに言われたな、それ。ポップマスターさん、カズチンさん、いらっしゃい。ユーニャンさん、ゴエモンさん、ありがとう。電書バト知ってるよ、バンコバさん。電書バトってさ、鬼滅の刃でいうあのカラスみたいなってことでしょ。電書バト、え、じゃないの。熊高さん、いらっしゃい。ポムマスターさん、おはよう。おはよう、おはよう。
レースバトを描いた漫画がある。ほ、あ、それが伝書バトってことか。伝書バトイコールレースハトってこと。ハトの帰巣本能を競うレースがある。帰巣本能なんかあるんだ。巣に帰りたくなるってこと。へえ、賢いね。自分の家覚えてるんだ。お、さとしさん心強いな。プロドライバー。タミオさんいらっしゃい。オカムさん100キロありがとう。ネコプチユありがとう。ローマ字ナオさん、ひらがなさん、 HM さんいらっしゃい。ついてる場合とたまたま映り込んだ場合あるよね、シムさん。絶対そうよね。お祓いもそうなんだけどさ、こうなんか見える人に一回こう見てもらえたさはあるよね。そのいるいないっていうのを、うん、こっちにいるからさ、東京にいるから結構そう、なんかいろいろあるやん、占いとか。あ、愛ありがとう。愛セントちゃんいらっしゃい。のんのんさんありがとう。てるさん、ローマ字てるさん、ラブレターありがとう。ラブレター180度後ろ向きさんいらっしゃい。ゆうじさんこんばんは。何それ、毎日やってるサントリーのウマ娘 T シャツ当たりませんって。そんな応募できるの毎日。ゆきさんお帰り、お疲れ様。おひな、ドッキリ番組出演するとしてもお化け系のドッキリ NG、 NG にしたいよそりゃなんかね、お化け屋敷とかはね、私本当に完走できたことない。途中でなんかダメですね、動けなくなっちゃう。うるうるさん何ありがとう。すごいね、ローマジマスさん。へえ、映り込んでるんだやっぱり。心霊写真はあるんだね。心霊とのツーショットチェキ未経験です。私もです。しかもチェキお、アルパムさんかな。アルファムさん、あ、違うな、アルコアムさんかな。ありがとうです。キャメロンさん、こう、あ、コウヘイさん、ニャンパス、ニャンパス、ひなわちゃんは無数のアバターたちに守られてる。ありがとうみんな。ひなほのゆる部屋に帰りたくなる毎日です。だって嬉しい。お帰りなさい、にじいろさん。ひらさん、あいあい、ありがとう。オーナーちゃんありがとう。オーナーちゃんさん、何？ハトレースで言うと歌手の新沼さんかなが有名って。なんだみんなの言うとるハトレースって気になってきたんだけど。ヨコポンさんありがとう。たくさん霊的なことは複数人に見てもらうべき。そうよね、やっぱりね。なんかさ、すごいさ、口コミとかもあるじゃん、いい悪いとか。でもやっぱりなんかね、何人かの占い師さんに見てもらった方がいいよね。まあ、占いとはまた違うのか、霊視とかあるよね。ヨコポンさんラブレターありがとう。ラブレター。赤さんこんばんは。天月さん、獅子丸さんいらっしゃい。
うわ、そうじゃん。ポップマスターさん、今心霊写真の話してたのよ。いや、我が家にね1枚だけあるんですよ、心霊写真。でも私は見たことがない。大工さん、フル、ありがとう。大工さん、今日も告知、もうそんな時間。告知ね、告知はあ、もう明日で今月終わりじゃん。来月の6月5日に東京の青山の方で対バンライブが決まっておりまして、ハピコレという対バンライブです。今もチケット発売中なので、ぜひ会いに来てくれたら嬉しいです。盛り上がっていきましょう。あと6月27、29日で竹山 3.5 は解散させてもらうことになったんですけれども、ラストライブの、まだこれチケットあれか、当落結果がね28日この間出ましたので、当たってくれた方ありがとうね、待ってるね。ぜひたくさんの方とお会いできますように。ドキドキです、待ってます。虹色さん、キュンです、キュンです、ありがとう。ドラミチュン沼さん、ありがとう。ああ、足に文章を書いた紙を丸めて入れるやつ。あ、わかったわかった。さあ、でもアニメとかで見たことあるかな、それ。ハラメタルフル、ありがとう。 M リーグで須田さんが着てた、え、あれめっちゃ可愛かったよね。 M リーグのコラボ T シャツ買ったの、あの白いや、あの白のさやつ、めっちゃ可愛いデザインだったよね。黒はちょっと男の子っぽいデザインでめっちゃ良かった。あれフラグメントデザイン、フラグメントデザインとは。ママンさん、こんばんは、ありがとうです。ケイイチさん、いらっしゃい。ワンガンさん、フォロー、ありがとう。 SP の段上げるのスピード上げなければお願いだから、交流にしてください。交流にしてあげたいです、ワンガンさん。本当に SP もでもあのこれからもずっとやっていくから、待ってるね。ハトレースで迷ったハトは宅急便で送られる。可愛いんだけど。迷子になっちゃったハトは送り返されるんだ、宅急便で。可愛いな、それ。ヤマトさん、ありがとうです。ノリ、告知ありがとう。今日もわ、渋谷撮れた、ありがとう。ユージさん、嬉しいです。もうちょっとだね。ダーシャハさん、レインボースター、ありがとう。ヤッくん、ありがとう。紅茶、紅茶乾杯。今日何もないんだよな、お茶が。たくさんありがとう。やっくん、キラリンコもありがとうね。おかきさん、シロウケンさん、いらっしゃい。お、バラに小判、おかきさん、ありがとう。よこぽんさん、100キラ100、ありがとう。たくさん、昨夜のリンシャン解放聞きました。あ、ありがとう。ひなぽんは和装が似合う大和なでしこです。そう、呉服の話をしてたんだよね、昨日。本当にありがとう。和服はね、めっちゃ好きです。着るのも、なんか 見たりするのも好きかな。ワンダーさん、ありがとう。ちゅう、レースバと嵐という漫画が子供の頃連載されてた。え、漫画なんだ。レースバとの漫画があるんだ。気になるな、みんながレースバット教えてくれるから。ようちゃん、フル、ありがとう。今日も、今度自宅帰った時、画伯の幻の寝姿を。あ、私がね、逆にね、
確かに画伯の寝姿をこうお返しに書いてあげようかな。バッティーズさんお疲れ様、ありがとう。確かに黒猫が鳩を連れて帰るみたいわ。トゲ、そんなことあるんだね。鳥ショー、あ、ん、ごめん、あ、鳥じゃなかった、鳥の話してたから鳥って呼んじゃった。シマジョーさんだ、ありがとうございます。ブラッチ、ありがとう。ちゅわー、ノリ交流なったんだ、おめでとう。なったんですか。え、 SP の方かな。やろうやろう。ポップマスターさん、ラブレターありがとう。雪玉さん、いらっしゃい。本当、ショーケイさん和服ね。すごいじゃん。おばば、前の彼女が、彼女さんが着付けの先生だったんだって。すごいね。じゃあいっぱい着物を着てたりしたのかな。ポップマスターさん、ありがとう。ちゅん、あ、追いついたかも。テストさん、ラブレターありがとう、たくさん。きょきょきょ、通路、ん、通勤地に、通勤路に電車バトを飼ってる家があって、鳩の群れがくるくる回ってる。すごっ、電書鳩を飼ってる家がある。じゃあ本当に使ってるってこと、その電書をこう使ってんだ。よし、お供行こうか。じゃあ今日のお供はコップがないこちらだよ。野菜生活宮崎マンゴー、宮崎マンゴーミックス来ました。野菜生活、よいしょ。あー、やばい、音が、よいしょ。ということで飲もうかな。はい、じゃん。ということで今日も一日お疲れ様でした。帰ってきたよ東京。乾杯、乾杯マンゴー。美味しい、すごい。あ、やっぱ果汁の多さがわかる。めっちゃ多いんだなって感じる。マンゴーの果汁が、果汁 50%、 野菜汁 50% の計 100% だって。美味しい。野菜もね、結構ね、野菜の味もするな。何が入ってるね、あ、やっぱ人参が一番最初に入ってるわ、あの野菜は。美味しい。うん、おがこさん、紅茶ありがとう。紅茶、え、スーさん今日飲んだの、すごいな。たまたま、アマトさん、グラッチェ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 ね、ちょっと音がキキキってなるんですよね、野菜野菜生活。 N164 さん、ありがとう。ひなまちゃん、よく野菜生活お供紹介するけど好きなのかなって。好きだけど、あの野菜生活はね、新しいやつめっちゃ出してくれるよあの、なんなら本当に今さ、野菜生活全国回ってるよ多分。この間愛媛のあのなんだっけ、みかんのやつで、今宮崎マンゴーな。こうやってこう期間によってあの都道府県回ってるから、毎回新しいの出てるの、コンビニ行ったら。これありがたい、野菜生活さんありがとうございます。本当にがいつもね、その野菜生活出てるかな言って見に行ってます、そのパックコーナーでね。ね、ボスが多いのもそれや、ボスの新しいのをどんどんこうボスさんが出してくれて
ってきた？何？そうよ、明日は午前中雨だって教えてくれた。コラボがかまつんさんいらっしゃい。次の予告書いてるよ、いつも書いてるはず。どこ書いてんだろうな。でも今沖縄も売ってなかった、そういえば。次どこだろう。そう、もう野菜生活さん、はい、ありがたいです。じゃあランキング読みしていこうかな。赤花さんありがとう。よし、では13位から。13位、おばばー、ありがとう。おばばー、たくさんありがとうです。12位、ダーシャーさん、ありがとう。たくさんありがとうございました、今日も。11位、スエさん、ありがとう。壇上ありがとうございます、今日も。よ、10位、あ、大文字のテストさん、やった、ありがとう。テストさん、お疲れ様、嬉しい。そして9位、ブラッチ、ありがとう。ブラッチ、本日も壇上ありがとう。8位、お、虹色さん、ありがとう。虹色さん、名前見つけたら教えてね。そしてラッキーセブン、おがこさん、ありがとう。7位、今日もありがとう。明日はいい日になるぞい。いて、骨が鳴った。そして6位、やっくん、ありがとう。やっくん、本日もありがとうでした、たくさんよ、ありがとう。そして5位、おさぴーさん、ありがとう。おさぴーさん、ありがとうです、今日も。たこさん、ありがとうね。そして4位、ローマ字のマスさん、すごい。マスさん、ありがとう。めちゃいただいてる、たくさんありがとうです。そして3位、あぼん、ワンガンボーイさん、ありがとう。ワンガンさん、サイです、すごい、たくさんありがとうね、今日も。そして2位、あぼん、ワンダーマークさん、ありがとうございます。ワンダーさん2位、すごい、たくさんありがとうね、今日も。そして今日の第1位、あぼん、ショーン K さん、すごい、ありがとう。ありがとうございます。1位です、すごい、ありがとうね、たくさん。ということで、あ、すごい、3984盛り上げ、たくさん盛り上げてくれてありがとう。今日は、今日はなんかふんわり盛り上げ、ふんわり盛り上げ。毎日配信やっておりますので、よかったらルームフォローしてまた会いに来てくれたら嬉しいです。今日もありがとう、ありがとうございました。じゃあ一曲歌って終わろうかな。今日はイヤホンマイクですけど、一曲歌って終わりますので、リクエストお待ちしてます。あれ、ちょっと久しぶり、久しぶりじゃない。リクエストタイム、よーい、スタート、スタート、よいしょ、よいしょ、いてててきたく、おかえり、おかえり、やっくん、お疲れ様、にゃーにゃーにゃー、ようちゃん、かわいい、ありがとう。君を乗せていいね。ディスコ、あ、ディスコテック、あららの呪文か、サンガね、サンガ、ヒデに腕細くなってね、歌もこう、これがね、こうがふわふわしすぎて、こうそう見えるのかも。夜にかけるいいね、最後の雨ね、最後の雨ね、筆ペンボールペン、おお、しおりいいね、愛しい人ね、筆ペンボールペン、366日、いいね、うまぴょい、経営社員さんいらっしゃい、エニタメには366日、
ひなほと超えたい天城越え。なんか最初のあれ歌い文句みたいな感じだよそれ。ひなほと超えたい天城越え。それでは歌っていただきましょう。ウォーウォートナイトね、風になるいいね。白い恋人たち、秋やんいらっしゃい。風の行方ってなんだっけ。猫ね、時の歌、レインニーブルー、ふわふわタイムいいね。ああ手島葵さんの曲なんだ時の歌って。マサさんいらっしゃい。バッティーズさんありがとう。じゃあ、ちょっと待って、どうしようかな。じゃあちょっと久しぶりにこれをしっぽりと歌って終わろうかな。リクエストありがとう。仕草やすべてを
とう。今日は HY さんの366日、私が青春時代にすごく毎日聴いてた曲で、ちょっとね、青春、私の青春よりか前の時からずっとこう人気だった曲だけど、すごく好きで聴いてました。久しぶりに、ありがとう。ワンダーさん、ブラボー、ありがとう、ブラボーミラボーめちゃ回ってくれてたね。ノリ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 たくさんありがとう、ノリ待ってよカリタン、ありがとう、カリタン。ワンダーさん、ミラボありがとうございます。ありがとう、たくさん。秀幸さん、ブラッチリュウ、スイカさん、虹色さん、たこ焼きさん、ノアさん、ありがとう。ローマジヨシさん、ありがとう。では今日もありがとうございました。コメント後で読んどくね。また明日ね。おやすみ、バイバイ。5、4、3、2、1、バイバイ、おやすみなさーい。